写真拡大。全3枚。セリーグ、巨人6対3阪神、19回戦、巨人13勝6敗、18日、東京で粘りながら掴んだ大きな1勝だ。中5日で先発した巨人山口俊投手32は6回23を投げ8安打3失点。自身8連勝を飾り、シーズン自己最多となる12勝目、2敗を手にした。そこ、12勝目は素直に嬉しい。ただ、1イニングでも長く投げないといけない状況でしたし、回の途中で降りるのは情けないなと思う。反省が口をついた。1、2回は走者を許すも、3から5回は三者凡退。順調にアウトを重ねたが、7回に福留の中前的自打で3点目を失ったところで、途中降板。それでも、6回2死満塁で3ボールから高山を空振り三振に抑えた場面を振り返り、一つの収穫なのかなと頷いた。12日の前回登板、対広島。松田は右肘周囲の筋肉の張りからの復帰登板だったが、4回途中で降板。この5日間は、投げて体を作るタイプと自称するように、投げ込みの量を増やす山口流で調整。V 奪回へ、先発の柱が戻ってきた。7回に左漏れの2点2塁打を放った巨人ゲレーロ、打点を上げたいと思っていたので、失投が来るのを待っていた。